名前は小林信之です。写真家です。僕の作品作りのテーマは八百万の神です。日本には古来から神道の考えに基づきまして、万物に神が宿るとされています。で、僕はその中の特に、自然に対して、あ、確かに神様はここにいるかもって感じる瞬間が、あるので、もちろん見えてるわけではないんですが、そう感じる自然を神様と見立てて、写真に捉えています。僕は風景を撮っていますが、そのいわゆるランドスケープ的な風景を撮っているわけではありません。かといってその心象風景のようなすごく抽象的な、撮影をしているわけでもないんですね。僕はその八百万の神というテーマにのっとって撮っていますので、言ってみれば神様のポートレートを、撮っているんだなという実感があります。でもやっぱ一日中歩き回って撮れない時はやっぱありますね。撮れなくてもいいっていう部分はもうあって、そこは明確な覚悟としてあって、ただ出会えなかったっていう時と、僕の気分が乗ってないとか、例えばそのモードに入ってない、あるいはそこにある自然と調和ができていない故に響かなかった、見つけられなかったっていう時もあると思うんですよね。だからやっぱりその自分が自然の中に溶け込む、調和していくっていう中で、自然と心が響く、場所に出会えるまで歩き続けるっていうことになるんですが、僕がその撮影場所を見つけられているっていうことじゃなくて、その場所から導いてもらっているっていうふうに思えることもあります。
僕の中で優美という言葉に対してはものすごくこだわりがあります。優しい、美しいって字ですよね。で、優しいっていう字は優れているとも思うんですよね。僕が自然を見てその対象に対して優美っていう五感を感じるのは、そのただ単に美しいだけじゃないっていう、もうその美しさがとても優れているっていう部分だと思うんですよね。だからおそらく直感的にその強さだったりとか美しさだったりとか尊さだったりとかっていうものを全部がそのグッて迫りくるので、多分優美って感じるんだと思うんですよね。この瞬間って優美だなとか、これって優美だよねっていう会話の中に優美っていう言葉が出てくることってあまりなくなってしまってるような気がするんですよね。だけどなぜか僕はこうやって山を徘徊していると優美だって思うシチュエーションにたくさん巡り合うんですよね。そう思ったものをプラチナプリントで和紙の上に印画した時に、やっぱりこれは優美だと、まあ恥ずかしながら思うわけです。なぜ僕がそのプリントの指示体に和紙を選んでいるかといいますと、もともとその写真の技法はヨーロッパから伝来しているもので、どこかにやっぱり日本人としてのアイデンティティを、加味したいなと、日本プロダクツのものを、紹介していきたいなという部分がありまして和紙を選んでいます。で、この和紙っていうのは、和紙を選んだ理由にはもう一つ理由がありまして、やっぱりその製法ゆえに非常に和紙は持ちがいいんですね。僕がチョイスさせていただいた紙は、構造という原料を 100% 使っているんですが、これは製法が江戸時代の頃から全く変わっていない製法なので、それこそ千年の時代を生き抜く紙と言われています。ただじゃあ和紙であれば何でもいいのかっていったらそうではなくて、やっぱり日本には紙すきの産地がたくさんありまして、いろんなところを訪ね歩きました。で、いろいろな紙すき職人さんともお話をさせていただいたんですが、でもいろいろ試させていただいた結果、地元、僕埼玉県出身なんですが、そこの小川町というところの和紙を試してみようかなと思いまして、細川和紙という紙を、試させていただいたんですが、この紙とですね、僕のテーマ、そしてそのプラチナプリントとの相性がものすごく良くて、もうこの作品で作り続けようというような、思いに至りました。和紙を指示体とするために、すいていただいた紙をだいたい3年から5年ほど寝かして、完全に水分を飛ばしてから、断裁をします。断裁した紙を、日本画の方がよく使われる、松ヤニ等を用いて表面処理を施します。表面処理をしたものを乾かして、
初めて知事体となります。今はですね、フィルムチェンジをしていました。まあ、通常は、まあ、本来暗室で行う作業ですが、僕のように長期で、撮影に繰り出す場合にはやっぱどうしても、必要な作業になってきますね。僕が使いたいフィルムはもうどこも作ってません。なので買えるんですけどストックがなくなっちゃったら終わり。僕が作品作りにおいて、なぜ 8×10 というわざわざ扱いづらい非常に大きく重たいカメラを担ぎ山の中に入るかというとですね、いくつか理由がある中で一番の理由はやっぱりポートレートを撮らせてもらってるからっていうことだと思います。僕がその自然の中で出会った優美と思える瞬間をそのままの形で残したいと思うので、やっぱりそこは変に演出はしたくないんですよね。やっぱり、まあ、これすごくちょっと小難しい技術的な話になってしまうんですが、あの煽りの効くカメラで、まあ、シフトをする、チルトをする、ライズをするとかっていうことでその歪みをなくしていく、演出感をなくしていくっていう必要が出てくるんですね。だからそのただ単にインパクトがあればいいっていう写真を撮りたいわけではないんですよね。おそらく被写体との対峙する時間が必要なんだと思うんですね。あのカメラをこうやって動かしてああでもないこうでもないってやっているこの時間がすごく僕にとって重要だったりするんですね。その例えばパッて行ってパッて撮るっていうなんか、なんていうか、実は出来上がりは、あるいはその写真の中に込められる思いは、パッといてパッと撮った写真と、そのでっかいカメラを構えてきっちり撮った写真と、大差ないのかもしれないんですけれど、でも、まあ、はたから見たら変わらないのかもしれないんですけど、僕からするとやっぱものすごい違いがあるんですよね。うん、なんかまずはちゃんと対峙をしたいですよね。やっぱり思いはそこに向かっていきますよね。でそれこそもしそこに神様がいてくれるとしたら、あなんかこいつには撮られてもいいかなって思ってくれるかもしれないなとか。Thank you.
プラチナプリントっていうのは、日本人からしてみるとちょっと馴染みのないプリント技法なんですが、実は140年ほど前から、使われていた技法です。時代の流れとともになくなってしまったんですが、ただ、なくなってしまうにはものすごく惜しい技法だったんですね。なぜかというと、そのいわゆる日本人に馴染みの、深い、銀塩写真、ゼラチンシルバープリントっていうんですが、このゼラチンシルバープリントと比べてその表現できる解凍域が全然違うんですね。人間の目で、見える明暗の範囲をすごく緻密に再現できるんですね。プラチナ印画をするにあたって僕は指示体に和紙を用いているんですが、実はこれはものすごく邪道なことだったりします。なぜ邪道かというと、プラチナ印画っていうのはおそらく世界中で一番綺麗な印画技法って、言われているんですが、それに対して和紙っていうのはものすごく、粗い紙なんですね。なぜかというと、もちろん木の繊維からできている紙なので、その繊維感も相まって、でしかも僕が、使わさせていただいている紙っていうのは、和紙の原料の中で一番粗いゴワッとしている、酵素っていう原料の紙を使っているので、ものすごく紙自体がこうザラザラした感じの紙なんですね。でこの粗い紙に繊細なプリントを施すっていうことほど、本末転倒なことはないんです。だから周りの人間からは本当に邪道だとか、ふざけるんじゃないってよく怒られたりするんですが、ところがですね、いざやってみるとこのミスマッチがものすごくいいんですね。その僕が写しているのは自然であって神様であって、この自然が持っているそのなんていうのかな、草木のその質感だったりとか、まあ、それ以外のものが持つそのテクスチャーが、和紙が持っている、この原料が持っている素材感と相まって、不思議な立体感とか不思議な輝き感を持つんですね。でこのキラキラした輝きとプラチナが持っているそのメタル感と、まあ、写真を撮る際に生じているその自然のきらめき感とか、まあ存在感とかっていうのが本当に不思議でぐらい、なんていうのかな、ミスマッチの中のマッチングを起こすんですよね。でこれがすごい美しいんですよ。やっぱりどこかその立ち止まって考える時間を持ってもらうようなものを作っていかないといけないんじゃないかっていうような部分があります。僕がここまで作品作りに対してこだわっているのは、やっぱり作品作りの根幹になっているその八百万の神を捉えるっていうテーマと、もう一つ、大事な部分がありまして、でこのもう一方の僕のテーマは何かって言ったら、消費されていく写真ではなくて、
その未来永劫残る写真を撮っていきたいんですね。なくなってしまう可能性があるものを残していきたいっていう部分があるんですね。例えば、まあ、近年その環境破壊、自然破壊っていうことが叫ばれてますが、もしかしたらこのままその人間が便利や文明に、まあ、その享受をして生き続けると、まあ何年先か分かりませんが、本当に自然っていうものはなくなってしまうかもしれないですよね。それが本当に10年先なのか50年先なのか200年先なのか分かりませんけど、だからきちっと残したい、きちっと捉えたい、だから退治をしたいんですよね。で、この世の中でその例えばあるものを残したいと思った時に、どういうプロセスを経てどういう形にしていけば残っていくのかっていうのを考えていった時に、プラチナプリントっていうのが、まあ、一つの選択肢として出てくるんですけれど、例えば僕がじゃあなぜ和紙を使うのか、なぜ、他の産地の紙じゃなくて小川町の細川紙っていう和紙をチョイスするかっていうと、これはやっぱり千年生き抜くことが実証されている紙だからなんですね。で、千年生きることが実証されている紙に、経年変化を起こさないプリントを施すことによって、人為的に火をつけるとか、破る捨てるとかっていうことをしない限り、これは僕が作ったものが僕の思いのまま千年間生き抜くっていうことになるんですね。美しいものをもう限りなく美しく残したい、で経年変化する変化を残さずに何百年でも何千年でも残したいっていう思いがあるんですよね。で、残すっていうのはただ単に僕のその傲慢の思いだけではなくて、自己満足でもなくて、そのこの先の、まあ、我々の子孫だったりが、あ、この時代の地球にはこういう自然があったんだ、こういう風景があったんだということを明確に残したいというか伝えたいんですよね。で、そうしなきゃいけないというような思いがなぜかあるんですよね。なのでこだわりたいですね、こだわり抜きたいですね。Thank you.
ー。